髪を切るときに欠かせないハサミ。今回は700年もの伝統を持つ博多ハサミをご紹介します。博多ハサミは約700年前、中国の宋から博多に伝えられた唐ハサミが起源と言われています。幕末の頃、その唐ハサミを博多の刀鍛冶屋が刀剣の技術を用いた技法で作り上げたのが博多ハサミです。使い込むほどに切れ味の良さを実感できる博多ハサミ。一度使ってしまうと他のハサミは使えないという人がいるほどです。その博多ハサミの伝統の技を代々受け継ぐ高柳商店4代目の高柳誠一さんにお話を聞きしました。高柳さん、この博多ハサミを作っている方はどのくらいいらっしゃるんですか？え、僕一人ですよ。え、一人？一人ですよ、こんなもん誰がしますか。そうですね。高柳さんはハサミ作りの全工程をなんとお一人でされています。その工程を見せていただきました。まず地金と鋼を合わせたものを1000度余りの高温の火の中に入れ、長年培ってきた経験をもとに手と鍛造機を使い刃先を打っていきます。形が整った後は刃先を削り微調整をしていきます。そしてトレードマークのバッテン模様と本物の博多ハサミの印、布紋を入れます。最後に刃先が足を組み合わせ完成になります。見てください、この綺麗な形を。どこまでも鋭く尖ったハサミの先、4代目の照明、鵜の印も刻まれています。匠の技によって一つ一つ丹精込めて作られる博多ハサミはまさに芸術的な一品ですね。一本仕上げるのに4時間から5時間もかかるそうです。では高柳さんのハサミで実際に髪を切ってみましょう。すごい、本当に力を入れなくても軽く切ることができます。この切れ味を体験してしまったら他のハサミが使えなくなるっていう気持ちがよくわかります。博多を代表する伝統工芸品の一つ博多ハサミ、皆さんもぜひ実際に手に取って感動の切れ味を体験してみてはいかがでしょうか。